これ人間の皮膚です。で、人間の皮膚の中からね、内部から何か出てきてるね。そう、育って、自分で育って何かがうごめいて、そして表面にこうやって出てきてる。それをピンセットで引っ張り出してるところです。これは1400度でしか溶けません。シリコンでできている。そしてシリコンですから半導体、つまり電気を流します。電気を流すので、いろんな、情報も受け取ることができます。ジェイキーラテオでした。